テーマはベンチプレスで公式記録 157.5kg、非公式記録 170kg 上げた方法を徹底解読です。リス先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで今回ですね、はい、ビースト先生が実際に大会にて、このさっきお伝えしたテーマの 157.5kg ですね、あとは170kg 上げたっていうこの偉業をですね、達成したその、まあ、経緯というんですかね、方法をちょっと詳しく知りたいんですよ。なるほど。これ、ここまで来たその道のりっていうか、方法、コツって何かやっぱりあったんですか？そうですね。私、以前のビデオでもお話ししたんですけども、はい、高校生の時にもう120キロ、まあ、フォームとか関係なしにですね、とりあえず上げれたんですよ。はいはい。で、それが、確か17ぐらいの時なんですよね。17歳の時。おっしゃってましたよね。うん。ただ、例えば首や腰の怪我だったりとか、あと交通事故もあって、はい、まあ、そのうちの、まあ、4年間は結構リハビリにも使ってるんですね。4年間リハビリ。うん。で、まあ、そこまで、120キロまで戻すのに、はい、結局なんだかんだ、17からだとすると、7年間かかってるんですよね。結構な年数ですよね。そうですね。だから120キロからずっと上がっていなかったんですよ。ああ、はいはいはい。ただ、そこからどうやって戻したかっていうと、ええ、まあ、ボディービルの大会に出た時があったんですけど、うん、まあ、その時、ジムの会長に、まあ、数ヶ月後にベンチプレスもあるから、チャレンジしてみないかっていうことでお話しいただいたんですよね。お、そういったオファーがあったか。そうですね。で、その時に、まあ、フォームを徹底して改善したり、またベンチプレスに対して、まあ、情熱を持って、重量上げるぞということでトレーニングしたんですけれども、そこでまあ20キロ戻したんですよね。戻したっていうのに20キロ更新したんですよね。あ、更新したんですね。そうですね。その間約2ヶ月ないぐらいですかね。たった2ヶ月で。そうですね。まあ思い返してみればなんですけども、はい、まあベンチプレス、まあ好きな種目だったんですけど、まあ肩を痛めたりいろいろあって、まあチャットはやっていなかったんですよね。あ、なるほど、なるほど。で、やっぱり痛めてる時っていうのは悪い方なんですよ。やっぱ原因はあるんですね、そうですね。おだからその悪い方も徹底して改善して、はい、ただその数年間の間で、やっぱり腕の強化だったり、はい、まあ、腰だったり、足腰の強化だったりとか、まあ、トータルバランス的にはすごく体は成長していたんですよね。それがピタッとハマって、はい、まあ、140キロで、まあ、当時宮城県なんですけども、はい、そちらではちょっと優勝させていただいたんですよ。あ、宮城県のチャンピオンになったんですね。そうですね。新記録で優勝しまして、まあ、その時は74キロで140キロという記録だったんですけど、はいはいはい。で、その後ですね、やっぱり同じような感じというか、うん、まあ、トレーニングを続けていって、で、なおかつその専門の、まあ、パワーリフティングの方だったりとか、ベンチプレッサーの方とかにも、いろいろご指導だったりとか、まあ、アドバイスをいただいて、はいはい。まあ、その年から毎年結構優勝はしてたんですけど、大体74キロ級と83キロ級を、こう、行ったり来たりしてたんですね。74と83、はいはい。うん、で、今年2016年の、はい。5月もまた大会があって、まあ、久々に74キロの大会に出たんですよ。74キロですね。はい。で、その前の時が確か83キロで150キロだったんですよ、上げれたのは。83キロ、150キロ。うん。はいはい。で、今回はまあ9キロ、うん、その階級で出たんですけども、まあちょっとちゃんと減量したんですよね。絞った状態で。うん。で、その時の記録が 157.5 キロ。さっき83キロ、150っておっしゃってましたね。で、その間が、何ヶ月かな、12、1、2、3、4。約5ヶ月。5ヶ月で。うん。そこまで伸びたんですよね。体重落としてるのに。そうです。重量上がったんですか？そうなんです。すごいっすね、それ。ただ、これはもう自然的だって、なぜかっていうと、はい、まあ、その大会が終わった後もですね、パワーリフティングの、専門の方とか、そこに勉強しに行ったりとかして、あ、その2日後には、152.5 キロ上げてたんですよ。2日後に？その83キロ、150キロの2日後に 152.5 キロ上げてたんですね。はい。でもちょっとしたフォームの差なんですよ、それって。それでかいっすね。やり方、ちょっとしたやり方ってことですね。そうですね。はあ。やっぱり体重あるうちはどんどん伸びていって、その時、大会に出てないんで非公式の記録なんですけども、まあ、170キロ。ワンレップ、1回っていうんですか。そうですね、ワンレップ。上げたと。うん。で、減量してって、はい、やっぱりまだ、うまくパワーのコントロールだって、フォームが安定しないのもあったんで、はい、まあ、結果としては 157.5 キロってだいぶ落ちちゃったんですけど。
でも当初の目標としては、うん、まあ達成できたかなっていう。ですよね、うん、十分ですよね、157って。そうなんですよ。だから私が本当に伝えたいっていうことは、はい、以前手首の角度が重要ですよとか、ありましたね。そうですね、ビデオでもお伝えしてるんですけど、うん、結構軽視してる方が多いんですよ、そういう細かいことを。うん、なんかイメージはそうですね。ちょっとガッツリ。指ごときでとか、はい、肘の角度とかっていう方もいらっしゃるんですけど、でも私は身をもってその効果を体感してるんですよね。いやー、説得力すごいです。うん、で、ベンチプレスの大会って出てもらうと分かるんですけども、はい、結構厳しくて、まあ、最初に外すんですけど、まずここで完全停止なんですよ。はいはいはい。で、ここでも完全停止して、うん、止まるんです。上でも完全停止、はい、で当然お尻もつけなくちゃいけないんですね。へで、ブレていたらすぐ違反の赤い旗が上がって失格になっちゃうんですよ。話聞いてるだけで緊張感出ます ね、 そ、 うですね。そんな厳しい、ま、条件というか中でバウンディングを使ってあげるわけじゃないので本当に自力が必要なんですよね。だってベンチプレスその、ま、いい意味ですよ、反動を使ったりとか、うん、勢いをちょっとこう利用してやるっていうのが結構一般的なイメージですけどね。そうですね、うん。だからもしちゃんとベンチプレスの重量を上げたい方っていうのは、はい、本当冗談ではなくて、うん、一つ一つのフォームをもっとしっかりやることが重要なんですよね。うん、で私が当時言われた言葉ですごく響いたのは、はいはい、まあ、例えばじゃあ100キロ上げると、うんうん、でもそのうち 5% フォームが悪かったら95キロしか上げれないんですよっていう言葉を言われたんですよ。でもその通りだなと思ったんですよね。確かにそうですね。 5% のロスってすごくでかいじゃないですか。あ、でかいっすね。だから100と95っすよね、うん、そうです。それから仮にも 10% あったら80キロしか上がらないんですよ。全然違います。そうですよね。へえ。で、今回の大会なんかも、はい、結構今まで出てない強い人が出てきて、え、接戦だったんですよね。ちょっとすごいっすね。緊迫の状況があったんですね。あ、よかったですね。第3試技があって、はい、第2試技までは私が負けてたんですよ。負けてた。うん、第2試技で私150キロで、相手は 152.5 キロだったんですね。あら。で、はい、まあ本当だったら、まあ、155でフィニッシュかなと思ったんですけど、相手がどう出るか分かんなかったんで、で、まあ、相手の記録を見てから、私はまだ変える余裕があったんで、まあ、相手が 157.5 を出してきたんですよ。え、でも第2試技目で 152.5 なんで、はい、結構ギリギリだなと思ったんですね、相手も。そうですね、そうですね。うん。なんで私も 157.5 キロ上げれば優勝できるって思ったんですよ、ね。おー。そして。そして、まあ相手の方が先に試技をしたんですけども、まあ失敗したんですよね、結果的に。あら。ってことはもう私はアドレナリン全開なわけですね。ってなりますね。で、そこで、はい、もう上げ切ってどうにか優勝できたんですね。おー。勝負強いっすね。そうですね。だからベンチプレスっていうのは、もし競技で出るんであれば、うん、そういう勝負をしたい人とかすごくおすすめですね。やっぱ緊迫感と、あと失敗できない。一発でも失敗するとそれだけでフリーになっちゃうんで。まあ、駆け引きといえば駆け引きっすよね。駆け引きありますね。ですよね。やっぱり心理的なプレッシャーとかも出てくるので、だから結果的に、それも駆け引きも直前に、はい、専門の方にいろいろアドバイスいただいたんですよね。あ、そういうのもあるんですね。そうなんです。だから私は変に疲れすぎず、はい、第3試技目を、まあ第3試技を迎えることができたので、なるほど。まあ、結果逆転優勝できたんですね。へぇー。これ素人目線ですけど、はい。じゃあ言っちゃえば3つあるうちの最初にじゃあちょっとこう、温存してたんですか。そうです。軽めにしてたんです。私は最初140キロだったんですよ。はい。142.5 キロかな。そうなんですね。うん。でも、その強い方は、うん、最初から150キロだったと思うんですよね。あ、そして155キロか。で、157.5 と刻んできたんで、なるほど。もうギリギリだなと思ったんですね。あと、その1回の体力の消耗がすごいってことですね。そういうことです。へぇー。で、その準備を万全にできたので、はい、まあ、今回、ギリギリ勝てたという感じですね。あ、そうなんですね。うん。いやでもこれは完璧な優勝ですよね。接戦とはいえども、ちゃんと作戦とか、力出したっていう。まあもちろん私なんて言うとちょっとあれなんですけども、県レベルですし、まあエリア大会だと結構優勝記録ではあるんですけども、さすがに全国クラスってなると、それ専門で一生懸命、練習してる方にとてもかなわないんですけど。ああ、そっか。まあでもそういうトレーニングも私自身すごく勉強になりますし、はい、まあ、その勝負っていうのも楽しみの一つなんで、まあ、今後もいい記録出せるように頑張っていきたいなと思います。いやそうですね、ちょっと期待しちゃいます。そうですね。うーん、なるほど。ああ、じゃあすごくこの記録が出た理由が分かりましたね。なんでもうぜひまず止まってる方っていうのは、はい、
まあ、トレーニングのセット数とかもいろいろあるとは思うんですけども、はいはい、まずはフォームの改善をおすすめしたいと思います。そういうことですね。はい、みんな頑張ることできますからね。そうですね、あと本当に細かい部分、うん、考えてやることが重要だと思います。へえ、わかりました。ビス先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで私の動画を見ていただきありがとうございます。このビデオでは筋肉を作るためのバルクアップ法、もうしっかりと筋肉つけていきましょう。そしてボディメイクのためのダイエット法、ウエスト引き絞っていきます。もうこういった情報をじゃんじゃん公開していきたいと思います。もう気になる方はですね、私のこの動画を更新するたびに連絡がいきますように、もう胸のこのチャンネル登録ボタン、こちらを今すぐクリックしてください。よろしくお願いいたします。もう合わせて下の概要欄ですね、下にあります、こちらにメルマガ登録のボタンもご準備してますので、こちらもご登録お願いいたします。もうちびりぶと言われたこのビースト村山ですね、全ての情報を投げ出してこのビデオを公開していきたいと思いますので、今後もぜひよろしくお願いいたします。